している選手に対して誰がどの位置からプレスをかけ始めてどこで取りたいかっていうところなんですけど、はい、ここでやはりこうして蹴られてしまうと当然ラインは上げられないんですよね。なるほど。ヨネクラです。クロス、いいボールだ。クラタ、ヨネクラからクラタ、ガンバ大阪2点目です。新潟が主体攻めをガンバがやりました。設定がチームとしてどうしようかな、なぜならば前でプレスがかからない、はい、で今のもしっかりとこうさあプレスに行きましょうかっていう形にはなったんですが結局誰も行ってないんですよね、はい。